山川広国、1908年8月8日から1991年5月4日は、琉球政府及び沖縄県の政治家、教育者、警察官である。1958年からは、立法院議員に5期連続で当選し、1967年からは、立法院議長を務めた。1908年8月8日に沖縄県国神軍本部長に生まれる。 1934年に警察官を拝命し、太平洋戦争でアメリカ軍の犯行が本格化し始めた1944年においては、那覇警察署副署長の務めとして、学童、老養婦助士の疎開に尽力した。沖縄戦後は、琉球警察学校の校長、本部長、石川市、前原市、那覇市の各警察署長を歴任した。 1953年には、琉球政府、非科修平初代行政主席の要請を受けて、琉球政府社会局長に就任し、福祉参法、労働参法、援護法などの実施に取り組み、援護業務などに携わった。1958年からは、立法院議員に転身し、1967年からは、立法院議長を務めた。その後、 1970年国政参加選挙と1972年第33回衆議院議員総選挙にも出馬したが落選した。山川博国、我が回顧録とスピーチ2015年4月28日閲覧。山川博国、広く沖縄選挙2012年11月21日閲覧。ありがとうございます。